はい、意外とここのコブがね、クソ難しいってことでビビりました。ゴンドラ降りてさ、そこいつもここ、こっち側にさ、コブできる。あ、うまい人はうまいな。あのさ、ここさ、中斜面じゃん。中級者のモーグル滑りできる人は、あれができるよね。あのさ、中級斜面にしては、縦コブなんだわ。縦コブ。縦コブで、これさ、バンクに見えるじゃん。でもさ、コブなんだわ。これさ、バンクに見えるでしょ。縦バンクに見えるじゃん。縦バンクに見えて、コブなんだわ。コブコブコブ。バンクだったら、こっちに壁があって、そこにコブがないじゃん。切り替えのとこで。で、ここで壁があるじゃん。なんで、切り替えのとこで別にさ、こんな、山ないじゃん。特に。でしょ？で、これさ、縦コブなんだわ。中級斜面なのに。だから、あの人、今滑っとった人ね。あの人はクソうまいよ。テクニカル、受けてやろうぜっていうレベルじゃない？だから、一級で加点レベルだよ、あの人ら。うん。テク持ってて、クラウンレベルかもしれ、クラウンにチャレンジレベルかもしれんし。だから、俺さ、その辺で脱線したもん、さっき。うん。ボサボサだけど、ここは難しい。ただ4月、今日4日の月曜日の、2時過ぎだから、まあ明日はね、まあこれさ、壊しちゃうんですよ、多分ね。だから明日も、木曜日、雨降るから、それまでにね、同じようなコブできたら、滑ってみたらどうでしょうか？うん。意外とさ、クソうまい人が作ったコブだよ、これ。この辺も難しいんだ。コブだもん。くどいけど、コブなんですよ。うん。バンクじゃないんですよ。はぁ。ちょっと僕、練習しなかんで、来週1球滑るんでね。ちょっと練習、もうダイナに戻りますね、もうすぐね。じゃあねー。